ローレンスは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦。チャールズ・ F ・アダムズ級ミサイル駆逐艦の3番艦。艦名は、米英戦争の英雄であるジェームズ・ローレンス・大佐に、ちなむ。ローレンスは1958年10月27日に、ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港する。1960年2月27日に、ローレンス・大佐の飛行、ファーニー。 C. ハワード夫人によって浸水し、1962年1月6日に収益した。5代湖での成長巡航の後、ローレンスはノーフォーク海軍基地に移動したい西洋艦隊での任務に就く。1962年10月のキューバ危機に際して直ちに展開し、続いてローレンスは第136.1任務軍に配備された。部隊はキャンベラ。 ニューポートニューズ・ローレンスと3隻のミサイル艦、12隻の護衛艦艇,艇から構成された。部隊は10月24日にキューバ北方の封鎖海域に到着し、2日間の任務に着いた。26日の金曜日、ローレンスはマクドノーと共にキューバにミサイルを持ち込もうとしたグロズヌイを追い始めた。翌日、ソ連は危機の沈静化に同意した。そしてベースは、 お互いに退き始めた。1962年12月6日にノーフォークに帰還した後、ローレンスは1963年2月6日に最初の地中海巡航に赴く。大西洋を横断し、ヨーロッパ海域で第6艦隊に合流、7月1日まで作戦活動に従事した。2度目の地中海巡航は1964年4月から8月に、 かけて行われ、配備完了後のフォークで最初の拡張オーバーホールが行われた。収益から10年までにもう4度の巡航を行う、1965年の第6艦隊配備、1966年の北、大西洋における、NATO 演習、1966年から67年にかけての地中海、巡航、1968年、3度目の、 第六艦隊配備。ローレンスの4度目の第六艦隊配備では、クレタ島沖で沈没した、商船ニューメドの乗組員を救助した。その後も2度、1969年から70年にかけてと1971年に地中海に展開し、1972年から73年にかけては、ベトナム戦争に参加、西太平洋において、 艦砲射撃による地上部隊の支援を行い、空母の作戦活動では航空機支援任務に従事した。その後も1977年から78年、及び1979年に地中海に展開し、国会を短期間訪問している。ローレンスはまた、インド洋及びペルシャ湾に展開した際に地中海を通過している。ローレンスはまた母港に近い海域、 西大西洋及びカリブ海での任務も頻繁に行い、しばしばとの海域も訪問した。1986年にはオペレーションにユニタス、セベンティンの一部として南米を就航し、ラテンアメリカ諸国の海軍と演習を行い、ベネズエラ、コロンビア、エクアドル、ペルー、チリ、ウルグアイ、ブラジルの港を訪問した、ローレンスは1990年3月30日に、 退役し、1990年5月16日に、除籍、1994年4月15日に、スクラップとして売却された。スクラップの契約は1996年10月1日に終了し、1999年2月10日に、転売された。ありがとうございます。